ございます。シャネルさんもクッキーハートかな、ありがとうございます。キヨちゃん好き好き、ありがとう、ハートハート。ジョージさんも好き好き、ありがとう。わさビーフさんクッキーありがとう。サブちゃんもクッキーありがとう。カイトさんもクッキーありがとう。ふーたろうさん板チョコありがとう。板チョコだ。小太郎さんもクッキーありがとう。カイトさんもクッキーいっぱいありがとうございます。美味しく食べます。藤江さんも板チョコありがとう。ミッチェルさんもクッキーいっぱいありがとうございます。カツヤさん好き好きありがとう。キリさんクッキーありがとう。丸い猫さんもクッキーありがとうございます。ねえ、びっくりしちゃった、つけたら背景がめちゃめちゃ綺麗になってましてすごいですね、びっくり。納得がいかなくてね。そうなんだよね、どうしてもこのうまくセッティングができないんだけども。藤江さん猫ちゃんありがとう。こんばんは。今日はちょっといつもよりもそうだから、ちょっとメイクする時間が削られてしまって、この場所のセッティングがうまくいかず、そうちょっとだいぶ薄メイクでやっておりますこんばんは、大丈夫やで、おきにこんばんは。ね、でもこのバレンタイン本当に可愛いですね。いや、なんかバレンタインのやつがあるらしいみたいなのは聞いてたんですけど、まさかこんなにね背景が可愛くなってみんなからのギフトもバレンタインになるとは知らなかったので嬉しいです、ありがとうございます。うん、今日も可愛いね、ありがとうこんばんは。今日もお稽古行ってきましてドキドキしましたそう、こんばんは。なんか永瀬さんクッキーいっぱいありがとう。そうこれね、ラスアイパーカー着てます。ラスアイパーカーそうラスアイパーカー4周年のラスアイパーカー。いや、なんか私がそう玉読みっていうね舞台のお稽古毎日頑張ってるんですけど、私が演じさせていただく、まあ自分自身もそうなんだけど、マサオさんクッキーありがとう。なんかアサギさんもクッキーありがとう。マイさんもクッキーありがとう。なんかそう、あ、いっぱいありがとうございます、いっぱい食べます、ありがとう。そうなんか藤原梨沙ちゃんっていう子演じさせていただくんですけど、なんか元の自分もそうなんだけど、こうなんだろう、なんかハキハキこうしっかり喋るっていうよりはわりかし穏やかな感じだから、なんかそれで大きい声で喋るのがすごい難しくて、なんか強めの口調とか結構その張り上げる時とかだったらその声しっかり出す、結構大きい声で発声するのはやりやすいんですけど。永瀬さんも板チョコいっぱいありがとう。いっぱい食べてお腹がいっぱいになりますね。こんばんは。そう、シオンさんクッキーありがとう。韓国で応援します。あ、ありがとうございます。すごいグローバルですねショールーム。そう、こんばんは。そう、なんか怒ってたりしたらさ誰でも大きい声になるけどさ、なんかあんま穏やかな口調でさ大
きい声ってあんまりないじゃない。あ、アサギさん、チョコいっぱいありがとう、いただきます、こんばんは。そうだからね、それが結構私の結構一番の課題ぐらい、一番の課題かなって思います。なんか他にもいろいろ課題はあるけど、なんかそのハキハキちゃんとあのみんなに伝わる喋り方で気持ちも込めて、かつちゃんとあのしっかり大きく発声をするが結構難しいなって思います。なんか日常的にもあのあんまり大きな声を出さないから余計にね難しいなって思いますね。こんばんは。怒ること、あ、怒ることはねもちろんあんまりないですけどね、まあみんなもあんまりないって思うんだけどでもね私ね一番怒るというかなんかイライラする場面で言うと穏やかなトーンで、そうなの難しいんだよね。あんまさみんなも日常的にさ穏やかに喋るときにさ、それでさみたいななんかなんないよね。バカラさん、クッキーいっぱいありがとう、クッキーいっぱいありがとう。ハマピーさん、チョコいっぱいありがとう。配信で急に大きい声出したらもうあの近所中の人に、あの家なんか夜中でもないけど夜遅くにすごい大きい声聞こえるんだけど何なのって言われちゃうかもしれない。ご近所にねすごいちっちゃい子、あの本当に赤ちゃんみたいな子いて、そう、ヒーヤンさん、チョコいっぱいありがとう、いたチョコ、そう、バカラさん、クッキーいっぱいありがとう。これなんかさあれなんだよね、確かみんなからこうやっていっぱいクッキーとかもらえるとなんかさもらえるんだよね、アバターかな、もらえるんだよね確か、違ったかな。高井色敬吾さん、板チョコありがとう。あ、やっぱそうだよね、そうアバターなんかもらえるらしいよ。うん、ジョージさん、クッキーありがとう。そうなんかコール1クリアするともらえんだ、こんばんは。そう名前が入ってるのってさあんまりないからさ嬉しいよね、こんばんは。エヌトネさんもクッキーいっぱいありがとう。なんかなんでね電車の中でというとね、なんかあれ前も同じこと言ったかもしれないんだけど、あの結構こう満員電車っぽい時に、エヌタネさん、クッキーいっぱいありがとう。ハリヤくん、ハッピーバレンタインチョコありがとう、ハッピーバレンタイン。うん、そう、なんか雨が降ってたりした時にさ、雨降ってたりこれから降るよみたいな時にさ傘持ち歩くじゃないですか。その傘をなんかこう普通にこう縦じゃなくてなぜかこう横に結構こうしっかり横目にしたまま階段を上る時に、しかもその傘をすごい振りながら歩く人いるじゃないですか。それは毎回イライラするそう、別にその人に対してなんでそうやって持ってるんですかとかって怒ることはないけど、なんかもうって思いますそう、うん、こんばんは。今日のなんだろう TMI って何ですかね、わかる。そうなの、そうあれはね思っちゃう私うん、それはねしますな。かなかさこうあんま人に対してさイライラしたりとかさ怒ったりとかすることってもうめったにないですけどね、それはちょっとね思うハリヤくん、ハッピーバレンタインありがとう。
そう、まあでもすぐ忘れちゃうけどそれ出会ってああって思って、次のもう乗り換えとか次の電車とか乗ったら、まあ、忘れちゃうそう、炭酸ミサイルさん、ハッピーバレンタインありがとう。そう、こんなぐらいかな。あんまり人に怒ることないですね。なんか、うん、あんま怒ることはないかな。なんでもいいやって思っちゃう。こんばんは。でもわかんないからね。もしかしたら自分も普通にそのさ、そのそうやって傘を持ち歩いてる人もさ、別にそれが普通だと思ってるかもしれないじゃない？そう。りょうくん、ハッピーバレンタインありがとう。だからさ、私も知らぬ間に自分では普通だって思ってても、誰かをこう嫌な気持ちにさせる行為をさしてるかもしれないからね、気をつけないといけないなと思いますね。でもなんか人一倍気にしいなので、なんか普通にその一回しか、もう多分人生でその一回しか行かないであろう、ちょっとさ、なんだ、まあ一回しか行かないってことはちょっと大げさかもしれないけど、例えば今とかだったらさ、永石さん好き好きいっぱいありがとう。そう、なんかその稽古場に行ってる近くのコンビニとかってさ、まあ多分このお稽古行ってる時は行くけど、その後はまあなかなか行かないじゃないですか。ミッチェルさんも好き好きありがとう。でもなんかめちゃめちゃその店員さんとかにもなんかそのなんだろう、丁寧に言わないよってなんか思っちゃうなんかそう、エネトネさんレインボースターありがとう。こんばんは。道徳の成績道徳に成績とかあったっけ。エネトネさん流れ星ありがとう。そう、なんかだからよくた結構人なんだ、一人で外食をできるとかあるじゃないですか。質問別にできるんですけど、結局その例えば一人でなんか今だとさね、なんか今だとさ結構一人でもなんだ、一テーブルぐらいさ使ってこうなんだ、間隔を空けてお客さん入れないといけないお店とかも結構あるじゃないですか。アルレッキーナさん、板チョコチョコいっぱいありがとう。初見です。あ、でも初見じゃないかもしれないです、もしかしたら。ラストアイドルね、2月から久しぶりにショールーム再開したので、その以前にもしかしたらお会いしてたかもしれないです。来てくださってありがとうございます。そう、なんかそう、そうなった時になんか一人でこう食べてたりして、こんばんは、なんか店員さんとかに、あの人で、私結構食べるの遅いしなんかずっといるみたいなとか、なんかあとお水もらったりするじゃないですか。それのタイミングとかもなんかわかんないし伺っちゃうから、だからあんまなんか一人で外食するんだったら別にお家に持って帰って気にせず食べたいなって思っちゃう。こんばんは。タイプがそういう感じ。あんまなんかね、そうなんだよね、いちいち気になっちゃって。あ、198日ありがとうございます。わーい、連続配信ありがとうございます。なんかね、不思議な感じなんですけれども、なんと198日だったということで、もうすぐ200日達成するので、皆さん一緒に迎えられたら嬉しいなと思います。ありがとう。とアルレッキーナさん、チョコ板チョコありがとう。ミッドナイトパーティーさんも板チョコいっぱい
ありがとう。ハリヤくん、ハッピーバレンタイン、ありがとう。チョコレート、チョコレート。チョコは好きですね、めちゃめちゃに。最近のお稽古のお供もめっちゃチョコ食べてます。なんかコンビニとかに売ってる、あのこのぐらいの箱に入ってる、なんかこのぐらいの、全部このぐらいの箱に入ってて、このぐらいの一個ずつ個包装されてるあのミルクチョコだったり、最近だとメルティーキッスのコラボのそのぐらいの大きさのチョコだったり、あとイチゴ味のそのぐらいのチョコあるんですけど、それめっちゃ好きで、あとなんか手につかずにこう食べれるから、そうめっちゃお稽古の時によくて、やっぱすごい頭も使うしたくさん動くからめっちゃ糖分欲しくなっちゃって、そう持ち歩いてますチョコいっぱい。あとね、なんかアポロのなんかね、アポロの袋のバージョンの、普通のアポロじゃなくて、なんかねちょっと違うアポロ、ちょっとサイズが大きくて、なんかね砂糖何パーセントカットみたいな、ちょっとなんかそう、そういうなんかちょっと健康志向のアポロがあって、それもね美味しい、食べてます。そう袋のアポロ、みやびさんクッキーありがとう。スティックじゃなくてちっちゃいこう個包装になってるやつ、バレンタイン前だから。確かに限定のチョコいっぱいある。なんかさ全然見れてないんだけど、あれよね、ちょっと高級なやつとかさいいよねのぞみさんクッキーありがとう。バレンタインは、あ、なんかこんなん出てた、バレンタイン2022フォーラスアイ現在 17,649 ポイント。なにこれ、こんなん出今、今出た、あれずっと出てたこれ。そうバレンタインの時期ね、すごいよね。あ、たまに出るんだ。あ、そうなんだ、そうなんだ。そうで、なんか今年はねバレンタインね、作れるかどうかちょっとまだわかんないんだけど、うん、みーちゃんの配信でも出てました。あ、そうなんだ。じゃあやっぱランダムで出るんだ。なんかお稽古、あのその玉読みの自分のなんか出来次第かな玉読みの出来次第でなんかチョコ作れるかどうかは、うん、配信ありがとう、仕事頑張って。あ、キノコ派です。私キノコタケノコセンスをねずっと続いてますけど、私はね昔からキノコ派。というのもなんかね家族がキノコ派なんだよね。でちっちゃい頃からなんか当たり前にキノコを選んでたんですよ。だから結構でも世の中さタケノコ派が多いじゃない、っていうのを結構大きくなってから知った。なんか世の中みんなキノコ派だと思ってたもう自分の家基準、ちっちゃい時って自分の家が基準じゃないですか。そう、あさぎさんクッキーいっぱいありがとう。そう昨日ここが寝返りましたタケノコチームに怒られるよ、君はタケノコじゃなかったのかって。うん、野球ボール型のチョコってめっちゃ難しそう。あ、そんなことないのかな。チョコ、まん丸チョコに、でもホワイトチョコか、そしたらホワイトチョコのまん丸のやつに赤いペンチョコペンチョコ、なんかペンのやつでてん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 ってやるのがいいのかな。今日からキノコ派今日から仲間だ。うんいや、なんかどっちも平和平和で、確かに実際どっちも美味しいよね。うん、
いや、なんかその大きな理由はなくて、昔から食べてたから当たり前にキノコだと思ってたっていうのが大きいです。うん、でももっと言うなら、そうだね、今の時期のチョコはメルティーキス派です。メルティーキスも冬になる、だからなんかメルティーキスが売り出すと冬だなって思うし、絶対買っちゃいます。絶対買う。そう、キノコ派。両方入ってるやつなんてあんの？贅沢食いだね。あーでも確かにチョコの部分だけ、確かにね、冬のお楽しみね、冬になると食べたくなる。あのシーン見る、確かに荒垣結衣さんのやつ。まいさん、流れ星ありがとう。そう、めっちゃ年中食べたいけど、でも冬だから、冬に限定で出るからこそいっぱい食べたくなるっていうのはあるよね。まいさん、流れ星いっぱいありがとう。こんばんは。期間限定はね、そう、期間限定はやっぱちょっと見ちゃいますね。ラムレーズンの、あ、ちょっと美味しいよね、そういう系。ちょっとお酒っぽいやつでしょ、ラムレーズン。あんまり食べないけど食べたことある。美味しい。そう、チョコはね好きですね。ホワイトチョコ、ストロベリーチョコ、何でも食べれますね。昔なんか高校に1年生ぐらいまで抹茶があんまり好きじゃなかったんですけど、なんかふとした、私でもお茶は昔から好きだったんですよ。ちょっと苦めでもお茶は割と飲めて好きだったんですよ。でもなんか抹茶はずっと、まあちっちゃい頃食べて、ちっちゃい時ってなんかその苦いやつがあんまり好きじゃないとかあるじゃないですか。多分それの影響で食べなかったんですよ。そう、でもなんかあふと高2ぐらいの時になんか友達からなんと何気なく入ってこうなんか抹茶のチョコをもらって、気になんか、ま、あ、何、お茶も好きだし別に苦いのも食べれるんだから抹茶食べれんじゃないって思ったの。でそのもらったやつをパクって食べてみたら美味しくて、それでなんか抹茶好きになりました。普通に食べれんじゃんってなって。くらさん、好き好き、ありがとう。のぞみさん、クッキー、ありがとう。はるやくん、板チョコいっぱい、ありがとう。たくさん、ペンライト、ありがとう。抹茶、チョコだけじゃなくて、抹茶のアイスとか、抹茶の飲み物とかも、全然飲めます。飲めるようになりました。チョコかかってるのは、あり、なし、どっち？真犯人フラグ。真犯人フラグ見ました。昨日の、そういえば私見た、見ちゃった。アリ、ネシ、どっち？私はアリ。こんばんは。何だったかはもう覚えてない。全然覚えてないんだけど、なんかしかも校外学習かなんかの時で、その全然違うクラスの、私そんなにあんま知らない子が入ってくれたんだよね。だからこそなんか食べないとって思ったのもあったかなって思う。友達の自分の友達の仲良い子みたいな子がくれて、そう、まあ高校生なんでそんなもんじゃん。結構、こんばんは。そうでした。だからあまり覚えてないけど、それで普通に食べれたっていうことは覚えてます。こんばんは。
コレート。昔からでもチョコ自体は好き味に問わず何でも食べれますね。小学生の時とかはバレンタインによく多分みんな作ったことあると思うんだけど、これでも前も言ったかな、なんかその板チョコを湯煎とか溶かして、なんかねこのぐらいのカップに流し込んでそれを固めて、その上になんかチョコスプレーとか乗せたり、なんか銀色のあれなんて言うんですか、銀色のあるじゃない、あのチョコスプレーみたいなやつ乗せたり、あのチョコペンでなんかハートとか書いたりとかして、それを袋に詰めて友達にあげるみたいなやつ、小学生がよくやるやつそれよく作ってました、小学生の時。溶かして、でちょっとなんか凝ろうと思うと、その2段とかにして普通のチョコにミルクチョコ入れて半分ぐらいで1回冷やして、その後ホワイトチョコ入れてみたいなちょっとやってたりしました。作ったことある？あ、一緒。みんな通る道なんかもな、小さい時毎年作ってた。一緒だねお揃い。アラザンっていうの、あれ、まおちゃんクッキーありがとう。夢色パティシエールわからないです。うん、わさび入れてるそれどんな反応だったの、わさび、ロシアンルーレットみたいな感じ。この中に一つだけわさびが入っています。あとは全部美味しいので食べてください。初めてチョコ作りした、いいね何作ったんだろう、あの料理をね始めるのに年齢は関係ないです。こんばんは。あ、当たりくじの MV ね、そう公開されまして、皆さん見ました？私は見ました。そう、めっちゃ可愛かった、みんな。なんかそのなんていうの、あの MV、 あの曲にすごい合ってるし、あのなんかみんなの表情、いろんな表情が見れて、本当にもれなく全員可愛いので、あのバズってほしいなっていう気持ち変な話する、嘘言ったの、その後、あれ実はわさびなんだよね。生チョコいいね、生チョコ食べたいね。飲んちゃお、こんばんはうん、もともとあの曲めっちゃなんか楽しくて、本当にみんなのコールができたらいいのになって思う曲ナンバーワンって感じ。ヒット一緒に言いたいよね、あれ。うん、当たりくじ皆さんいっぱい見て再生して、 TikTok とかでさいっぱい使われたらいいね。うん、ポラリスさん、バラありがとうございます。ハートもありがとう。うん、やっぱ今は結構 TikTok でなんか流行った曲がそのまま今の流行りになったりするから、ラスアイの曲もね、ハグとか結構なんか使いようによってはバズると思うんだけどね。なんか、サックスで吹くのは音さえ取ればそんな難しくはないと思う。あんまり普通のなんかそのアイドルソングでサックスで吹くのがとっても難しいよって曲ってあんまないです。そんなわけでそろそろお時間になりましたので、ランキングを読んで終わりたいと思います。
ばんは。あ、こんばんは。ちょっと今日はね終わってしまうんですけれども、ではランキングを読ませていただきます。13位まいさん、12位ミッドナイトパーティーさん、11位ゲスト R さん、10位がハマピーさん、9位がクラさん、8位が高広圭吾さん、7位がレッキーノさん、6位がヒーアンさん、5位が藤江さん、4位が風太郎さん、ありがとうございます。はい、そして3位が春也くん、ありがとうございます。2位が浅木さん、ありがとうございます。そして1位がルルルルルルズダン長瀬さんでした。ありがとうございました。皆さんたくさんありがとうございました。ちょっとねこの場所の暗さがとかね、天井からすごい遠くてそれで暗いのもあるんだけど、なんかね私のセッティングがあんまりうまくいってなくてずっとちょっと暗いんですけど、ちょっとどうにかね試行錯誤していきたいなと思います。そんなわけで今日もありがとうございました。ありがとう。明日も頑張りましょう。というわけでありがとうございました。おやすみ。バイバーイ。